はい、どうも、コビーです。ということで、本日は、答えは1年後、年表予想答え合わせ。ということでね、今年の年始にですね、まあ、前のチャンネルではあるんですけども、乃木坂46の年表予想というのをね、行いまして、概要欄にね、URL 貼っとくので、よかったらね、そちらの方を見てから、こちらの動画見ていただけたらね、すごくスムーズにいくかなとは思うんですけども、でも、その動画を見なくとも、この動画だけでもね、しっかりとね、楽しめるようにもなっているので、まあ見ても見なくてもどちらでもいいです。はい。でその際に、卒業メンバー、シングル&シングルセンター、そしてライブ、そして写真集、このね、4つをね、予想していったんだけど、言いたいことがあるのはわかる。うん。でもちょっと待ってくれ。ということで、この4つをね、年始に予想したので、その答え合わせをね、していきたいなと思います。ということで、年表予想答え合わせやっていこう。まずね、皆さんが、あ?って思ったであろう卒業メンバーの方から見ていきたいなと思います。1月のね、わしの予想はこういう予想してます。卒業してしまうと予想するメンバー、ブン、いません。はい、ということで大外れです。そうです。卒業メンバーは、いないって思ったから、この項目をね、入れたんですね。だがしかし、今年はですね、卒業&卒業発表したメンバーが、もう、おそらく過去一多かった年だったと思います。そしてね、年始のお礼を。まさか、今年一年で、ひなこちゃん以外の推しメンが全員卒業するとは思わなかっただろう。うん。辛いと思うが、一年間頑張れよ。今年はね、そのメンバーはもちろんなんだけど、オタクも結構こう気持ちの整理がつかないままどんどんこうメンバーが卒業していっちゃうみたいなこともね、あったのかなと。まあたくさん寂しい気持ちにはなりましたね。はい。まあでもね、それぞれその卒業後もね、活躍してくれてるからさ、そこに関してはすごく嬉しいんだけどね。まあミリアちゃんもね、舞台、もう今絶賛やってますし、朗読劇もね、決まったんで、いやほんと素晴らしい活躍ですよ。本当にありがたいです。はい。ということでね、卒業メンバーの予想は、大外れということでございました。はい。続いてね、発売するシングルと、発売時期、そして、そのシングルのセンターをね、予想しているので、わしの年始の予想はこちらでございます。27枚目、ズバリいつ発売されるのかというとですね、6月です。夏曲ではないという予想を僕はね、します。ちょっとコロナにも触れていきそうで触れていかないみたいな。その境目みたいなメッセージ性のある曲を6月頃に出しそうだなという、まあ僕は予想しますね。そのセンターをね、予想しますと、僕はズバリ、ももこさんだと思います。28枚目シングル、10月に出ると予想します。こちらのセンターは、もう、カッキーを予想します。これはなんでかっていうと、IC だね。2021年最後のシングルをカッキーで締めさせるという。はい、当たったのはね、夏曲がなかったっていうところと、あとは28枚目のカッキーセンターの予想ですね。うん。これはまあ、シンプルにいい読みだったんじゃないかなと思うけども、作曲もね、ユースケースさんが行ってましたからね、君に叱られたは。まあ、27枚目はね、ももこちゃんではなく、さくちゃんということで。しかも27枚目はももこ卒業でしたね。ということで、まあ、シングル&シングルセンターに関しては、まあ、そこそこなんじゃないかな。正直アルバムのこととか全然考えてなかったですね。うん、忘れてました。はい。続いてライブですね。まあ、ライブ開催するのはいつ頃かなっていうのをね、予想してます。年始の予想、こちらでございます。まずね、一番近々にあるであろう、ナインスバースデイライブですね。ナインスバスローは、まあ、延期になるのかなと。で、もしかしたら、シンクロニシティライブみたいに、統合して配信ライブでやるっていう可能性はあるかもしれないね。で、2021年、最初のね、このちゃんとしたライブ何が行われるのかというとですね、これ僕が予想するの、日程ライブ。これですね。もうこれ絶対決定です。はい。ミオナの卒コンも兼ねたライブをやると、俺は予想します。で、これで、ね、ラストにメンバーがみんな来るみたいなね、こういう構成にね、なると思います。2期生ライブ絶対にやりましょう。ミオナが卒業する前に。で、まあ残るはね、真夏の全国ツアー2021ですけども、まあこちらもやはり厳しいかなと思います。やるとしたら1日配信ライブでやるんじゃないかなと思います。2期生ライブはドンピシャでしたね。うん、まあこれはね、なんかこうやんなきゃもうダメでしょみたいな。まあミオナちゃん卒業もありましたからね。逆にそれ以外はもう全部大外れでしたね。もう全ツもバチバチにツアーもありましたね。まあこれはねコロナ次第だから難しいよ。
ということで、ライブも大外れでございました。はい、ダメですね。続いてはですね、写真集発売するメンバーの、ね、予想しております。年始の予想こちらでございます。アスカちゃんのセカンド写真集、もうこれ確定です。これ今年出さないとあかんね。今年からね、社会人になる代というのもあるのでね、このタイミングでセカンド写真集出すんじゃないかなと。やっぱり今年はね、日向坂の写真集もめちゃめちゃ来るんじゃないかなと思うんで、その流れに負けないようにこのアスカのセカンド写真集で上からネジ伏せるみたいな。続いてね、発売されるのランジのね、ファーストフォトブック、これめっちゃ見たい。なんでこれ写真集じゃないかっていうと、ランジはね、自己プロデュース力が高いと思う。あとはすごくおしゃれ。インスタもね、すごい見たくなる。この私服コレクションとかね、10ページぐらいもうバーってあるみたいな。そういうのもめちゃめちゃ面白いなと思うし、次に出るの、これね、カッキーのファースト写真集だね。うん、4期生ですね、4期生。あとはやっぱり3期生からも1人。まあ、久保ちゃんか、桃子。できれば久保ちゃん。と、桃子のはまだ、でも、桃子センターやるって予想したからな。桃子出そうだな。はい。あの、日向のね、斉藤京子さんと小坂奈緒ちゃんっていう、日向の中でもね、かなりの強者がね、写真集を発売したので、そこはまあ間違ってなかったのかなと思いますけども。あと、ランデさんの予想は、これ結構ほぼ当たりじゃないですか。フォトブックではなかったけども、でも、自己プロデュースの私服多かったし、半分もうフォトブックみたいな感じやん。あながち間違いではなかったなと思いますけども、まあ、アスカちゃん貯めますね。うん、もう23ですよ。22の年で来るかと思ったけどね。まあでもあれかな、なんかこう卒業が多かったからね、発売する時期もなかなかなかったのかな。で、3期生からもね、新しく出すメンバーはいなかったですね。いや、これも意外だったな。まあ、久保ちゃんがね、成人を迎えて、もうワンチャン来年あるんじゃないかなとは思いますけども。で、4期生もね、なしと。まあでもやっぱ出すとしたらカッキーだよな。まあ来年はね、ひなこちゃんを筆頭に、なんかこう、卒業メンバーじゃなくての写真集、たくさん来てほしいですね。はい。ということで、まあ写真集予想もまあぼちぼちって感じですかね。はい。ということで終了。あんま当たってないな。やっぱ難しいですね。ということで、まあ2021年の予想はこんな感じでございましたけども、やっぱ運命はすごいですね。いろんな工夫をしてね、オタクを楽しませてくれますよ。はい。まあ、またね、年始の方に、この2022年の年表予想ね、やりたいなと思いますのでね、ぜひね、このコメント欄にでね、来年起こりそうなこと、ぜひ教えてください。もう2022年に関しては卒業メンバーはもう予想しないので、卒業メンバーの予想に関しては やめてください。いらないです。悲しくなるだけだったんでね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。美味しくなれよ。